シルバーのブッソッティは、イタリアの作曲家、ピアニスト、画家、デザイナー、作家、詩人、映画監督、俳優、イラストレーター、舞台監督、振付師、演出家、フィレンツェに生まれる。ブッソッティの幼少時、知人であった、修道院に入った女性の望みのうちの一つとして、彼にバイオリンを教えることが入っていた。これをきっかけに音楽を学び始め、すでに、 バイオリンソロの作品をすぐ書き始めていた。フィレンツェ音楽院で学んだ後に、パリに渡って、マックス・ドイッチュに指示。本格的な活動に入るのは戦後ですぐに、ダルムシュタット書き現代を音楽講習会の常連になり、トータルセリエリズム等の前衛イディオムを吸収する。50年代の彼は、 独創的な図形楽譜によって一世を風靡し、同じく図形楽譜の可能性を突き詰めた、ローマンハウラマやボグスワフ・シェッフェルと並んで話題となった。また、舞台作品の創作において、彼は、上演に関わるすべての専門に手を出し、ダヴィンチ的な才能を発揮している。彼が、オーケストラ作品で用いる技法の一つに、重ね合わせがあり、各楽器ブロックをのようにあらかじめ作曲しておき、 それを、といった順番でローテーションさせて、最後に、前奏で答える。この楽器法は現代イタリア音楽の中でも最もユニークなものの一つであり、野川春吉や川島すわるなどの技法にも影響を与えている。前衛の停滞以後は、伝統的な寄付法に一旦は戻ったものの、楽譜の外観に不便さを感じていた彼は、音符の形が枝状になる。 新しい寄付法を発案した。この寄付法は彼の画風にも反映し、弟子の日野原秀彦も同じ寄付法を継承している。人間の欲望を極度に吐露するかのような音色美は前衛の世代では大変に異色であり、新しい複雑性出現以前にはイタリアで最も複雑な音楽を書くうちの一人との評価もあった。近年は自助伝的な作品が多い。 活動を当初から、今日は音程の多いロマンティックな史上を漂わせて、いたが、前衛の停滞後は、調整的な断片を適度に挿入するようになった。どの楽器編成を使ってもただれたエロティシズムが溢れる音色美学が、全創作期に一貫して認められる。ブッショッティにとって、ピアノは、自身の美質を伝えるのに最も適したメディアであり、 デイビッド・チューダーのための5つのピアノ商品や、ピアノのために、友のための音楽など、この楽器のために、多くの作品を書いている。デイビッド・チューダー、フレデリック・ジェフスキー、ジャンカルロ・カルディーニ、カルロ・レビ・ミンツィ、マッシュミリアーノ・ダメリーニ、イバミカ・ショフ、マルチネ・ジョスト、マウロ・カステーラーの、日野原・秀彦と、早々たる顔ぶれが彼の片腕となった。また、自らも、 自作のピアノパートを手掛けることが多く、70歳を過ぎても自作自演をすることもある。サントリーホール国際作曲移植シリーズのための来日後、ブッソッティの金作は、日本国内の紹介が完全になされない状態が、続き、断筆説すら飛び交った。イタリアのいくつかのマフィアに、資金援助してもらったのが災いした、あるいはリコルディの半券打ち切りの5作品の入手が、 極度に困難になったと多くの要因が考えられるが、これは活動をイタリア国内に絞ったことが主な原因であり、創作意欲は近年の方が高い。公式ウェブサイトのリニューアルにより、作品の入手は幾分容良いにはなった。2008年1月に再び来日、図形楽府による作品を中心としたコンサートが行われた。その際のアンコールでは、 ブッソッティ編曲によるプッチーニの、そして小鳥和がブッソッティ本人の歌唱で披露された。なお、この時のコンサートの模様は CD 化されストラディバリウスレーベルより発売されている。公式サイトの更新は彼の性格を反映して遅れがちだが、近年は同居人が更新を担当している。新作は毎年作曲されている。新作はライトレードから出版されており、 比較的近年の作品が入手可能である。かつてはリコルディで、リコルディ時代の作品の入手は比較的容易である。契約満了後は、バステオパラバロットという個人出版に移行したが、移行後の作品の入手は困難。ありがとうございます。